オーナー、移籍予算が全然足りないっすよ。もっと金出してもらえませんか。バカ野郎、そんなの無理に決まってんだろバカ野郎、この野郎は。チャンピオンズリーグ優勝したいじゃないですか。今のままだと21年になる頃に終わらないっすよ。バカ野郎お前、それがいいんだろバカ野郎、この野郎お前。いやいや、終わんなかったらダメでしょ。だって1年やって何のタイトルも取れずに終わっちゃいますよ。バカ野郎、単管バカ野郎。移籍予算がないとダメって話ね。ちょっとぐらいいいじゃないっすか。頼ますよ。バカ野郎、単管バカ野郎。じゃあ OK ってことで入金待ってます。バカ野郎、単管バカ野郎、4フォート単管バカ野郎。はい、ってことでね、オーナーから移籍予算をねちょっと増やす交渉をしましてね、見事成功しました。なんと移籍予算が3709万9309円$9に増額しました。まあ、給料予算もね今10万7480$、まあ、これはバランス変えれば変えれるんですけど、ってことでね、現状今余裕が出たわけなんですけど、まあ、だからといってですね、この移籍金を使って、ね、フルで売ってこうというわけではありません。まあ、だいたいね、マックス1000、まあ、高くて2000万ドルぐらいですかね、最高で出せるの。でも、そうすると1人とかに終わっちゃうんで、まあ、あんまりね、予算のこと考えずに、なんか、取っていきたいなっていう思いでの増額なんでね、まあ、基本的な方針は今まで通りでいきたいと思います。まあ、概要欄にもね貼ってあるんですけど、まあ、予算に合った安くて能力の高い選手、これが一番の条件です。まあ、予算に合ったっていうと今こう高くなっちゃってるんで、だいたいまあ1000万ドル、まあ最高でも2000万ドル以内の若くてまあ有望株、将来的に伸びる選手が2番目ですね。3番目はユーティリティプレイヤー、まあ、いろんなポジションをこなせる選手、これは基本的に自分が結構好きなんで。4番目は単純に好きな選手。まあね、これ皆さんいろんな好きな選手それぞれあると思うんですけど、まあ自分、これはね個人的にも好きな選手を勝手に取っていきたいと思います。で5番目は日本人選手。まあ日本人選手はねやっぱね応援したいと思う、もう気持ちがあるんで僕は。海外で埋もれてる選手とか、まあ、J リーグで埋もれてる選手とかを取っていきたいですね。まあ埋もれてなくても好きな選手は取りたいんですけど。この移籍金給料予算増額は別にその増額したからいい選手をいきなり取るとかそういうことではないです。今まで通りの方針でいきたいと思います。ただ取りたいと思った選手が急にね移籍金上がったり給料上がったりして躊躇しちゃわないための増額です。ってことでよろしくお願いします。よし、ってことでね、もう FIFA かなりまた久しぶりになっちゃったんで、しばらくねウイイレやってたんで、またねウイイレの癖がついちゃってるかもしれないから、ちょっと初戦ね本当に気をつけたい。鳥の戦、ミラン、お高いっすね。1600万、39000の給料取れないことはないな、今の給料予算ならね。いやいい選手やな。39000高いな給料。まあ左サイドバックね今強化したいと思ってるんで、まあ今強化ポイントとしては左サイドバック、そして右のウィングもしくはミッドフィルダー、右サイドの選手、あとはセンターミッドも欲しいけど、そうだねセンターミッドも意外といないからね。まあ、センターバックも、まあ、再度ね改めて募集しますと、そういう感じですね。さあ鳥の線、ちょっと待てよ、鳥の何位 ?6 位。おお、これも勝ち点は5はあるね。負けたとしても抜かれないな。まあだからといってね、負けませんよ、トレニアンには。ちょっと 4-4-2 でいこうかな、今日はな。4-4-2 でいきましょう。じゃあちょっと今日は控えにしようかな。じゃあこれで。よし。いや、久しぶりだから怖いな。いっちゃうよ。これから始まる激闘を予感させます。実況は私西岡昭彦。解説には福西崇さんをお迎えしています。生放送でお送りする。微妙すぎる。見逃せない試合になりそうですね。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。池宮1位。池バス。チャンスにできるか。さあどうする。来た。宮一。宮一久々のゴール。悔しがってる。オフサイド。バビン。嘘やろ。いや、その角度からじゃわからないよ。この角度からオフサイドなんてわからんて。ボールを運びゴールに襲いかかります。はい、受けられた。危な。ディフェンスの選手が詰めていました。危な。ボールはゴール前。危な。シュートが入りません。カウンターできず。板倉こう。マジかマジか。危ねえ。マジ？そんなとこパスしないんだけど俺。は。はい。危ねえ。危なすぎる。いかん、取れる取れる。下まちゃになってるドリブルが。ここからどうするのか。おい、真ん中空きすぎ。もうボロボロじゃないか。いけない。ちょっとなぜ取れない。それがよし。いけいけよ、もういけ。遅いからやめて。チャンスにできるか。ここから狙うのか。何をしてくるのか。入れば1点リード。あ、入れ。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。上がってくれ。よし。ここからどうするのか。下手だな。理想としてはいいところでボールを受けて強引にでもいいのでシュートを打つこと。シュートなしではゴールは生まれません。うるせえ。よし。うい。いって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 。よし。終わっちゃう。マジか。やっぱ久しぶりにやるとディフェンスむずいな。FIFAのディフェンスめっちゃむずいわ。マジか。しょぼいな。あ、いかん。この展開だと最後まで0対0というのは考えにくいですね。考えにくい。この後は点の取り合いになっていくんじゃないでしょうか。なってくか。その気配しないけど今のとこ。違うよね。よし、よく取った。あ、前向けない。来た。ああ、マジか。コースを読んでいたようですね。思いっきり打った方がよかったか。いや止まっちゃったな。ボールはエリアへ。クリアが足りないか。切っていこう。盛り上がりを見せるセリエ A ですが、ここでアウェーチームの自責勝ち越しゴールなるか。バットになってる。ロブパスにしたつもりだったんだけどな。うわ、もったいねえ。ロブパスじゃないや、グランダパスにしたつもりだったんだけどな。噂になっていた大型移籍ですが、クラブから正式な発表がありました。うわ、違う。ああ、違う。ボタンが今絶対1点やったろ。最悪。もう日本人みたいなシュート打っちゃったよ。スペース開けてんじゃねえよマジで。なんであいつ下がってった。ちょっとこれさ、ここさ、あいつ何止まっちゃった急に。あれさ、左サイドバックじゃん、ウィングのやつか。まあいいや、ウィングのやつ追いかけてきててさ、せめてさ、このドリブラーに当たりに行くかさ、俺が当たりに行くとしたら、あのセンターフォワードのやつをさ、そのままマークしてってくれないと。もうドフリーじゃんこれ。おかしくないこれ。でずっと追いかけてきてるわけね、一緒に。でどっちがどっちのマークするみたいになるわけやん。どっちかマークしろよお前。なんで途中で止まっちゃうの。もう誰もいないんだからこれ、ディフェンス。もう圧倒的に数でも負けてるこれ。おかしいよね。ほんと FIFA をね、こういうとこはアホだなと思う。FIFA の AI の働かさ。いやー、前に出したのよ俺は。もうなんかもうあれだわ、よくわからんミスで全部入れられそうになってるし。どうしよっかな。宮市悪くないんだけどな。ちょっとチャート入れようか。前線につなぐパサーが欲しいわやっぱ。お、よし、いっちゃおう。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。仕掛けてくるのか。いやー、違う。後ろにズルしてほしかったな。細かくパスをつないでいます。そんな角度のないところにパスしたつもりない。いい位置です。シュートは入るか。マジか。ショート。いやショート。何それ、信じられないんだけど。いやなんでカーソル当っちゃってたんか。真ん中に取ろう。いや勘弁して。よし、ラスト。いいパス。これが最後の攻撃になるか。終わった。マジか。いや、完全勝てた。おはげ同士。まあ、トリノが試合の流れを持ってたけど、チャンスシーンはこっちの方があったぞ。いや、もったいねえ。勝てたぞ。引く軒並み。まあ、決定機を外したね、アバスはね、当然ですよね。ブランド人気に関して黒羽は今シーズン設定した目標を達成しました。ありがとうございます。以下の目標はあなたがなければ達成できなかったでしょう。ユニフォームの売り上げ900万ドル以上。了解。黒トーネ5位をキープと。そうっすね。まあ、ちょっとね、4位との差はでかい、かなりでかいですね。なんでちょっと5位をキープを目指そう。とりあえずね、ここの5位を守ろう。上の4強はね、もう多分勝てないでしょう、きっと。おし、そんな感じでね、今日はこの辺にしときたいと思います。まあね、移籍予算がね、ちょっと余裕が出たんで、まあ、そうですね、まあ、若手有望株、とりあえずこれですね。金額はあまり気にせずに若手有望株を取っていきたいと思います。あとはまあ気になった選手をね、ちょろちょいちょいちょいと探して自分は取っていこうと思います。おすすめ選手があればどんどん教えてくださいと。もちろん有名な選手もね、僕は好きなんで、まあ、とんでもなく高くなければね、取っていきたいと思います。よし、そんな感じです。次は、アタランタね。アタランタ、スパール、ボローニャと。ちょっとこの辺は飛ばしておこうかな。もうね、進まないんで、パパをパッとやっていこうかな。イベントスがあるね。まあ、サスオロぐらいまでね。というか、まあ、3月はちょっとオフラインでやっちゃうかもしれないですね。ということで、こんな感じにしていこうと思います。ありがとうございました。ポでした。